ある野球連盟表彰式を行います。読売ジャイアンツ丸佳浩選手はホームベース内までお進みください。丸選手は9月11日に松田スタジアムで行われた阪神広島25球戦プロ野球史上68人目となり通算250の本塁打を達成されました。初本塁打は2011年4月19日の横浜ベイスターズ戦でプロ15年目シーズンでの達成となります。はじめに一般社団法人日本野球機構杵渕和樹でセントラルリーグ統括より記念メダルが贈呈されます。いたしました。丸選手に今一度盛大な拍手をお送りください。以上としまして、表彰式の終了いたします。ありがとうございました。ただいま丸選手は記録達成を記念してヒーローズプレートにサインを送りました。ヒーローズプレートは G8 の一環としてチャリティーオークションへ出品、修復を社会福祉などの支援に当てていきます。
原監督、阪神タイガース矢野監督によります。メンバー表交換を行います。私が出勤する際、チケットサインボールをスタンドに投げれます。危険ですので、はい、ご自分のお席から離れてボールを取りに行くことはおやめください。この後、選手の登場です。
数タイガースのピッチャーは